おはようございます。布団とボックスシーツを洗わないといけないのですが、自宅には干すスペースがないので、今から洗濯屋さんに持っていきます。ちなみにどちらも無地で購入。今日の服、ローカルの店で買ったやつなのですが、めっちゃアメリカが好きな人みたいになってるな。ここの T 字路は相変わらずの交通量だけど、すっかり横断も慣れたものです。洗濯物を預け、引き換え券を受け取りました。サトウキビジュースが1万2000ドンとお安いので買います。疲れた時に飲むと本当美味しいんだよな。朝ごはんは汁なしチャーシュー麺。一緒についてくるスープで麺をほぐすと食べやすいよ。バカうま。麺片好きに刺さる、噛み応えのある麺。フライドオニオンの食感と香ばしさが、いいアクセントです。あ。今からオンラインの英会話クラスです。会社から指示を受け、英語能力向上のために参加しています。英語の読み書きはできるけど、会話はできない典型的日本人です。今日の先生、あんまりやる気なかったな。12時半から顔の脱毛です。ひげ、脱毛すべきかどうかずっと悩んでたけど、やっぱいらねえわって結論に至りました。ベトナムに湘南美容外科があるなんて。テトボーナス全部ぶっ込む覚悟で脱毛を開始したのですが、口ひげ、顎下の3箇所で1回80万ドンと、財布に優しい価格です。痛さに定評のあるヤグレーザーだけど、もう3回目なので大したことはないでしょう。なまら痛かったよ。1回目の脱毛が泣くほど痛かったのですが、2回目の時はさほど痛くなかったので完全に油断してました。カフェで休憩していきます。このカフェ、以前いい感じになってた人と来たことあるんだよな。ある日突然音信不通になったけど、いや、 Facebook にはログインしてるっぽいし、ブロックもされてないけど、メッセンジャーが一切既読にならなくなったんですよね。最初は向こうから積極的にアプローチしてきたのにな。相手からしたら出会った時がピークだったのかな。愛は育てていくもんだろうがよ。ベトナム人の同僚曰く、そうやって人を惑わせるような存在のことをベトナムではトラップボーイ、トラップガールと呼ぶそうです。
最近オープンしたばかりの業務スーパーで買い出ししていこうかな。帰ってきたよ。生食できる卵。北大西洋条約機構。チューブのニンニクと生姜。お囃子。ブッシー。ニンニクザーサイ。これめっちゃうまそう。以上でーす。突然ハヤシライスが食べたい欲に襲われちゃったんですよね。日本にいた時はトマト缶を使って作っていたのですが、こっちではトマト缶めちゃ高いんだよな。他にもウスターソースとかコンソメが必要だし、結局ルーを買った方が安上がりだという結論に至りました。牛肉の薄切りを見つけるのに苦労しましたが、最終的に7区のロッテマートで発見しました。ハヤシライス、オクラのおひたし、ゆでブロッコリー、さつまいもバター、それと冷凍用のご飯です。最近は自炊がめんどくて、これくらいが精一杯です。まあでも、キッチンに立っただけで100点満点なんで。というわけで、在越邦人のとある休日でした。またねー。